ジェイミー・ドーナンは北アイルランド出身のファッションモデル・ミュージシャン、俳優、産科学の博士である父のもとに生まれる。女優のグリア・ガーソンとは血縁関係にある。学生時代はラグビーと演劇に夢中になっていた。カルバン・クラインやアルマーニ、クリスチャン・ディオール、アクア・スキュータム、ドルチェ・ガッパーナなどのブランドを、はじめ様々なブランドのモデルとして活躍する人気モデルとなった。 トラビス・フィメルの後を継ぎ、ケイト・モースやエヴァ・メンデスと共演したカルバン・クラインのキャンペーンが有名。2005年に俳優業でアメリカのロサンゼルスに渡った。その時のルームメイトが2015年のアカデミー賞、主演男優賞を受賞したエディレット・メインだった。道南はテレビや雑誌のインタビューでエディレット・メインとは役に恵まれない時代の苦楽を共にした友人である。 ことを公言している。2006年にソフィア・コッポラ監督のマリー・アントワネットのフェル・セン役で映画初出演を果たす。ミュージシャンとしても活動しており、ケーティタンストールのツアーにも帯同していた。2011年秋に放送開始となったワンス・アポ p ア・タイムの第1シーズンにレギュラー出演した。2015年2月に公開された映画フフィティ。 シェイズ・オブ・グレーの若富豪のクリスチャン・グレー役で注目された。道南はもともとこの作品に最初から出演する予定ではなく当初決まっていたイギリス人俳優のチャーリー・ハナムが降板したため大役としてその他5人の俳優がトップ候補として名が上がり道南はオーディションを受けてこの役を獲得した。映画が公開されてから道南は フィ Shades of Grey の第二続編である、フィ Shades Darker に続けて出演することを発表した。ナンは、女優のキーラ・ナイトレート2003年から2005年まで、交際をしていたが、ナイトレートは、別れ、2010年から女優で、シンガーソングライターのアメリア・ワーナーと交際を、はじめ、2012年末に婚約した。翌年2013年4月27日結婚、11月に、 ジョジオ出産。ダルシーと名付けられた。2016年3月に第2子であるエルバが、2019年3月に第3子が誕生した。ありがとうございます。